ご近所さんは世界から。次回は東京豊洲市場に集う外国人。そこで出会ったのは日本人のために料理教室を開くウズベキスタン人。彼女が伝えたいお袋の味とは。私から生まれてきた子どもたちもすごく大変なアレルギーを持って、もう自分で治さないとダメだというふうに思って、自宅で開催している料理教室にカメラが入ります。お楽しみに。